カラタユーは、スペインアラゴン州サラゴサ県に属するムニシピオ。2014年の人口は2万658人。エブロ川のシリューハロン川に沿い、北に41度21分、成形1度38分に位置する。北東に 87km の距離にサラゴサがある。ローマ人により、アウグスタビルビリスという名前で建設された。現在のカラタユーの北4キロメートルに遺跡が、 残っている。ローマ詩人、マルティアリスはその地の生まれである。現在の市街は、イスラム教徒によって、アユーブ城の周りに建てられたもので、古くからのビルビリスの住民はいなくなった。アユーブ城の砦がカラタユーの語源になっている。1120年、アラゴン王国のアルフォンソ一世により征服された。カラタユーは、コムニダでカラタユー軍の都である。 19世紀に3年間この軍を中心に、いくつかの軍を集めて、カラタユー県が置かれ、カラタユーが、県都となったことがある。サンタマリア教会の塔マドリードからカラタユーを通って、サラゴサ、タラゴナに向かう高速鉄道の駅がある。2007年にはバルセロナまで延伸する予定である。マドリードからは1時間10分。同様にマドリードからカラタユを通って、 サラゴサ、バルセロナに向かう高速道路 A-2 が通じている。ありがとうございます。